角川エンターブレインエンターブレインは日本の出版社角川のブランドの一つエンターテインメント関連の雑誌書籍の制作などを手掛けている本校では前身である株式会社エンターブレインについても解説する関連会社の東海豪図聖ワビコが設立した旧株式会社アスキーの一部門であったエンターテインメント系の編集部が集まっていた第二 編集統括本部が前身に当たる。ロゴは赤字の EB のマークである。社名の由来はエンターテインメントのブレインになるから。2007年9月27日にカはグループホールディングスがグループ参加の株式会社アスキーと株式会社メディアワークスの合併協議を開始すると発表2008年4月1日にメディアワークスがアスキーを 九州合併し、株式会社アスキーメディアワークスとなった。また、2010年10月1日にエンターブレインがメディアリーブスを九州合併した。これにより、会社の発祥である株式会社アスキーは、名実ともに消滅した。2013年10月1日に株式会社エンターブレインは、親会社の株式会社角川に九州合併され、解散。 以後エンターブレインは株式会社角川のブランドとなる角川からグループ会社へ移管され角川が発売を担当する主にキュアスキー時代からの作品を発売していた2011年以降エンターブレインが企画制作著作するコンシューマー及び PC 向けタイトルの発売元が角川ゲームスとなるただし 2015年12月発売の RPGs クールメガボルトはスパイクチューンソフトが発売元となる。一方、スマートフォン向けは角川として直接提供している。ありがとうございます。